今日何するんやったよっちゃん。沐浴からの卒業、一緒にお風呂に入るっていうお話をさせてもらおうかなと思います。はじめお風呂入れるの大変やもんね。ドキドキするしね。ワクワクするし。うん。今回は赤ちゃんだけを入浴させる時が一つで、二つ目が赤ちゃんとママが一緒に入る時の二つ目で、三つ目はパパとママ二人で入る時の三つをご紹介したいなと思います。このチャンネルでは6人の子供を育ててる私たちが子育てに必要な情報やったり、これが良かったよっていう商品やったりをご紹介しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。では赤ちゃんだけ入れるパターンをご紹介していこうと思います。で、私は T シャツで下は脱いだままです。で、赤ちゃんは裸んぼです。ママはお椅子に、お風呂の椅子に座っといて、赤ちゃんがびっくりしないようにお湯にこうピチョピチョってつけて、濡らしてつけときます。で、このまま赤ちゃんだけを湯船につけます。で、ここでポイントなのが、こうしてしまうと結構自分の腰も痛くなっちゃうので、同じぐらいの高さの椅子に座って湯船につけます。で、赤ちゃん結構ゆらゆら浮くので力はそんなにいらないんです。温まったなと思ったら上げて足の上に置いて、で、このまま洗います。泡で頭洗ったり、普通にシャワーでジャーっと洗って、で、これで終了です。頭から下に向かって洗う感じです。で、意外と自分の足の上って安定したりとかするんですけど、石鹸ついちゃうとぬるぬるっとして滑りやすくなるので、私はちっちゃいタオルを引いたりもします。引いたまま洗って、タオルも自分が手に取りやすい場所に置いといて、赤ちゃんは一旦寝かせれるチェアに置いて、で、タオルを引いて、で、この上にもう一回赤ちゃんを置いて、で、ここで赤ちゃんを拭いてしまうんです。ここでこれも取って、こうして包みながら赤ちゃんを拭く。で、自分もある程度水分取っといて、赤ちゃんをお着替えの場所に移動させて、お風呂上がりの準備をして終了です。これが赤ちゃんだけ入れる方法でした。次、2つ目が赤ちゃんとママが一緒に入る方法になります。まず赤ちゃんも裸にさせて、私も裸になって、で、赤ちゃんをベビーチェアに寝転がせて、このままだと多分寒いと思うので、ちっちゃいタオルとかガーゼとかをかけてあげて、で、お湯を優しくかけてあげて、まあ自分も洗ってる間に赤ちゃんを待たせておくっていう形になります。自分が洗い終わった後に赤ちゃんを順番に頭から足まで洗っていくっていう形になります。お風呂、湯船から上がりましたってなったら、私はもう近くにタオルを待機させといて、一人で入れた時みたいに膝の上にタオルを引いて、赤ちゃんをお膝に乗せてある程度拭きます。で、拭いた後は包んどいて、もう一枚タオルを用意しといて、自分も拭いて、タオル巻いて赤ちゃんと一緒にお風呂から出て、赤ちゃんのお風呂上がりの準備をしていきます。それが2つ目になります。はい、3つ目はパパとママが協力して入る方法になります。一人で入れてるよっちゃんを見てたら、2人で入れたら安心できるなっていうポイントが何個かあって、例えばずっと座らして置いといたら、なんとなく不安や、早く洗わなあかんよね。確かにな。でもパパママどっちか先に湯船使って、赤ちゃんと一緒にこうやって湯船使ってたら、ゆっくり洗えもんな。うん、確かに、うん、あとやっぱり
お風呂上がりの後の赤ちゃんの準備とかも結構ゆとりを持ってできたりもするし、まあ実際もう裸んぼじゃなかったり自分もするから安心やったりするな。うん、入るところから行こうか。うんうんうん。パパだけまず脱いで、さっき一人でふわーって体を洗っちゃう。で、湯船に浸かる。で、ママーゆりちゃんちょうだいって言って、はい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 、ゆりちゃんと僕が一緒に浸かる。その間にママが入ってきて、体を全部きれいに洗う。洗い残しがないかパパがチェックする。次はゆりちゃんをママが洗う。その洗ってる間にパパは出て拭いて着替える。バーッとパパがバスタオルで受け取って、このままお着替えに行く。お着替えしている間にママは湯船に浸かったりな、うん、ゆっくりちょっとゆっくりして上がってくる。これ一番楽よな。うん、それか一緒に入らなくても一人だけ入って一人はお着替えの準備するっていう役割分担でもいいかなと思います。そうやな、うち上の子とか下の子とか子供がたくさんいる場合は絶対一人は待機やね。待機やね。うん、今回は赤ちゃんとの入浴の方法をご紹介しました。うちではほんまに自己流なので、うん、こんなもあるなみたいな感じで見ていただけたらなと思います。参考にな、もしもっといいアイディアとかがあればコメント欄にいっぱい書いていただけたら、はい、よっちゃんも僕もすごく参考になるんで、お願いします。どしどしお願いします。お願いします。今回の動画が良かったと思っていただければ高評価グッドボタンと下からポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も皆様にとって素敵な育児デーでありますように。バイバーイ。ちなみにマックンお風呂入れてくれたら何回ぐらいやったっけ。年5回と。バイバーイ